あなたの経営におせっかいをするおせっかい税理士の坂田です。皆さん、ふるさと納税ってやってますか？これね、ふるさと納税って実はすごいめちゃくちゃお得な制度なんです。でも CM とかでやってるけど、なんだかよくわかんないからやってないなんていう人がいたら、ぜひね、今日この講座聞いてふるさと納税チャレンジしてみてください。で、ふるさと納税ね、ちょっと堅苦しく言うと、これどういうことかというとね、寄付金控除の一種なんです。で、これ自分の居住してる自治体の住民税をね、いつも取られてると思うんですけど、それを払う代わりに同じ金額を他の自治体に払うと寄付という形で。だから厳密に言うと節税じゃないんですけど、実はね、払うとプレゼントが、返礼品というプレゼントが返ってくるんです。だからその分ね、お得になると。要はただで本当は払わなきゃいけないものを別のところに払ったらプレゼントが返ってきた、そういう感じですね。じゃあ簡単にね、図解使って説明していくんですけど、まずですね、楽天とかサトフルとかふるさとチョイスでふるさと納税のサイトっていうのがあるんですね。でそこを見てみて、いろんな商品が並んでるので自分の気に入った商品を買うわけです。自治体でいろんな商品があって、肉4キロ1万円とかって並んでたりとかするわけですよね。で肉4キロ1万円を買うと、で佐賀の肉4キロ1万円買うと、まあ、返礼品で肉4キロが返ってくるんです。1万円をこうやって寄付するとね、返ってくるんです。そうした後に今度は年末とかですね、確定申告で、いや自分ふるさと納税やりましたというふうに税務署とかに申告をする。そうすると払った分ね、所得税が安くなったり住民税が安くなると、そういう形でお得になるよと。でも本当にね、これね、いろんな商品ありますから、肉4キロ1万円とかあるわけですよね。だからもう5万円寄付したら肉20キロ入ってくるんですよ。で肉20キロ頼むとどうなるかっていうと、もう冷凍庫入んないですね。もう肉4キロでほぼ冷凍庫満パン。肉8キロ頼んだ時はなんかもう冷凍庫入んないから、もう早くなんか半分ぐらい、肉2キロ分ぐらいね、冷蔵にしてひたすら毎日肉を食うみたいな状況になりましたね。皆さん気をつけてください。肉を頼む時は冷静にっていう感じでね。皆さんすいません、いちご農家さんとかね、申し訳ないです。肉のことばっか話しちゃって、まあこんなね体型ですもんで、まあ肉ばっか食ってるっていうね状況かもしれません。じゃあとにかくね、どん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 ね、そこでやれば税金安くなってお得じゃないかと思ってバーンってやると、実はね大変なことになる。それね、なんでかって言ったら、上限が決まってるんですよ。上限が、そりゃそうっす。そんな甘い話じゃない。だからこの人は収入によって、あなたはね2万円までしか買えませんよと。あなたはね、3万円までは全額ね、2000除いて全額控除になりますよとか、そういうふうに決まってるので、それをね超えて寄付してしまった場合どうなるかっていうと、本当の寄付です。皆さんね、善行を行いたいね、徳を積みたいなんていう方はぜひぜひ寄付をしていただければと思うんですけど、いやーまあそこまでね余裕がまだないんだよとか、そういう方ね、皆さんいると思います。なかなか今ね、子供が子育てしてたりとかすると余裕がない、そういう中でやるんだったら、まあその寄付のね、上限金額の中で寄付をしていただけたらなと思います。じゃあ上限金額っていうのが、例えばこちらの図に書いてあるんですけど、例えば上限金額3万円の人がね、3万円まで寄付すれば2000円の自己負担で済む。だけど上限金額3万円の人が4万円寄付しちゃったよっていうと、もうね、その2000円プラスその上限超えた1万円に関しては、まあ丸々ね、本当に寄付になっちゃうっていうので、まあそこを気をつけてください。で寄付の上限金額を確認するってことが大事です。まあ寄付の上限金額っていうのは結構ね、ふるさと納税のサイトとかでもある程度計算できるようにはなってるんですけど、まあこんな人には要注意ってことで、まあサラリーマンでも住宅ローン控除あるとかね、いでこをやってて実は普段の社会保険料以外あるよとか、まあ、副業等があるよって人はちょっと計算方法も変わってきますね。であと個人事業主とかね、フリーランスっていうのはね、計算方法が結構複雑なんですよね。それはやっぱ自分のそのどんくらい収入があるかっていうのは決算しないと分かんないっていうところがあるので、まあ当然シミュレーションサイト等を活用して計算してもらいたいんですけども、まあなかなかそこは複雑ですよね。個人事業主のフリーランスの上限金額の計算に関してはまた別の動画でお話をさせていただきます。じゃあふるさと納税に関してはやっぱね、手続きをねちゃんとしないといけないですね。でこれ手続きしないと税金安くならないで、本当ただの寄付になっちゃう。まあ寄付って返礼品はもらってるけどね、ちょっと割高でプレゼントもらったよってだけになっちゃうんで、ここはちゃんと手続きをしてもらいたい。で手続きの方法は2つ。確定、まず確定申告で、これ医療費控除がねある人とか、住宅ローン控除1回目の人とかはこちらで手続きをしてもらうと。そうすると自分の所得税と住民税から控除される。でもう一つはね、ワンストップ特例っていうのがあります。でこちらは確定申告不要の給与所得者が使えるものになってて、これでやると住民税から全額控除されるっていうことになります。
じゃあワンストップ特例の要件っていうのがあるので、これをね外れちゃうと無効になっちゃうんで、ね、気をつけてほしいです。でワンストップ特例の要件っていうのは、所得がね給与のみ、ね、で年間の寄付先が5個以下、そして自治体に申請書を提出しないと、翌年1月10日までに、提出しなきゃいけないって、この3つをね必ず満たしてください。だからワンストップ特例した後に、いや医療費控除やるからね確定申告をしたいというとこになっちゃうと、このワンストップ特例自体無効になっちゃったりとか、あとはね寄付したところがね、いやー5個だつもりだったんだけど6個7個になっちゃったみたいな人もいると、いやそれもやっぱワンストップ特例は無効になっちゃうんで、要件を満たすことができないと無効になっちゃうんで、確定申告が必要になります。だから二度手間になっちゃうんだよね。ワンストップ特例のなんか書類を出して、しかもまた確定申告しなきゃいけないから、まあ、二度手間になっちゃうと。まあ、そういうところがあるので気をつけてほしいなと思います。で、所得税、住民税から控除されるんだけど、まあ、住民税って何みたいなところあるんですけど、まあ、まずね、例えば今年、ふるさと納税を1月から12月までやりますよね。そうすると、まあ、確定申告でやった場合は、所得税で、まあ、ちょっと還付される。で、所得税で引ききれなかった分については、住民税から引かれると。で、住民税っていうのは、6月から皆さん5月の間にお給料の方だと、毎月転引きされるやつですね。給料から住民税って転引きされるのが、少しずつ安くなるって思ってください。じゃあ、まとめですね。まずは、ふるさと納税の上限額っていうのを確認してください。皆さんがどれだけふるさと納税してもいいのかっていう上限額をしっかりね確認しないと損しちゃうので、そこはしっかり確認してください。そして次にふるさと納税の寄付先を決めてくださいね。さとふるとかふるさとチョイスとか、まあ、楽天とかそういったサイトで、うん、肉がいいと思ってね、肉20キロぐらい買ってください。まあね、5万円寄付できる人は肉20キロね、10万円寄付できる人は肉40キロまで買えますからね。まあそんくらいまで買うと、そうすると冷凍庫は満杯になると。で最後にですね、確定申告またはワンストップ特例で手続きをするってことですね。この3ステップ絶対でお得になりますので、まあぜひぜひねふるさと納税チャレンジしてみてください。それではね、またいろんなこと配信していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。